はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。今回ね、お知らせできてて、まあ皆さんのね予想通りオロチケガレがね、追加されて超アップ、しかもレベル50&技レベル3で出現ということで、いいね。そんで追加スキルもあって、しかも最初のスキルは1耐えですね。いいね。で追加スキルが自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなる、まあ、これもまあまあだね。で特攻は裏マップとあとはね気まぐれゲートでも両方ダメージアップダウンということで、まあイベント最強キャラっていう感じですかね。イベント特攻最強キャラ 1.2% いってみましょう。一応特攻だけ、特攻はでいつものねミッションも追加されてまだ全然やってない、相変わらずやっぱりやってないっていうねあーこういうのもあるんだちゃんとね。でレベル12か、結構きついね。ダブルスキルは結構厳しい。なるほどね、無課金では厳しそうな条件。なんで無課金で厳しいかというと、漢方がね落ちなくなっちゃったね。後半になって前半かなり落ちてたのにな。特攻としてはここですね。中特攻、ダメージは中特攻、ダメージダウンは普通にあってっていう感じか。で汚れに対しては中特攻の中特攻か、はい、という感じでございますね。なるほどね。ダメージダウンは？ダメージダウン、そういうのは特にないのか。あ、あったあった、ダメージダウンは大なんだね。はい、という感じです。さあ行きましょう。まあ3アカウントね、10連ずつ30連回したいと思います。一応これメインアカウントでこんな感じ。漢方はね割と4個だから落ちてる方かな。7までね特攻なしていきましたんで、カバーはゲットできます。いきましょう。今回やっぱほんとレベル上げと時計が目的かな。わしはいやーもう無課金勢は気まぐれゲート無理だよね。でも前はクリアできたんだよな、なんでだろう。前は特攻が強かったのかな。なんか気まぐれゲートっぽい妖怪がよく特攻なってたよね。連発しやすいというか。ああ正直ニョロロンの復活はね、私未だになんか暴走ウィスパーみたいの使ってるので、あれでもあれか、なんか七遊じゃねえ、なんだっけ、滅粒子でなんかあったっけな、復活のスキル。ニョロロン復活って、お頼むよ、言っていいよっぽい。おお山吹鬼ゲットですね。なんでこんな怪しいなんかアイマスクみたいのつけてんだろう。あ、それ汚れちゃったのか。はい、とりあえず初特攻ですね。ポン、おお、てっかく、そして、おお、いいね、必殺の秘伝書が1個ですね。じゃあちょっと2番目のアカウントいきます。あれでもニョロロンの復活スキルってなんかこれ本当は欲しかったかな。汚れオロチいた方が良かったのかな。ニョロロンね私弱いんだよね。復活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 、あれか、あーやっぱいた、暗黒蛇竜シュウがいるから別に特にいらねえか。うん、しかしニョロロンは、あーそう、大暴走ウィスパーが Z だけど限界突破してるから、あ、してない、してない系でした。あれなんだっけね、してる系もいたはずなんだけどな。ウィスローシか。まあ、とにかくニョロロンといえばウィスパーの復活スキルって感じですよね。はい、じゃあ、行きましょう。本当にニョロロン弱いな。この蛇竜、こいつを育てた方がいいのかな。はい、じゃあ、2番目のアカウント行きましょう。
あ、でも山吹鬼ごめんなさい、ゲットできたんでちょっと軽く見させていただいて、それでいきましょう。我は鬼、青龍の間か、ご褒美の間もなんだね。あ、なんか我は鬼久々に見たいから、ちょっとごめんね、ちょっとさすがに1個だけつけさせてくれ、ちょっとかわいそうだけど、ちょっとね、山吹鬼ね昔好きだったんだよね。レジェンド妖怪ですよね。まあ2月だからちょうど、昔アニメで野球やってたよね。あ、我は鬼って言わないんだ、畜生、騙された。たまに受けるダメージ減らす、結構いいスキルだよね。俺これのスキルかなりいいなと思うけどね。これ Z 以上攻略の時に意外に役に立つんじゃないかな。まあ、最近ないかあんまり。汚れの闇に侵され生まれた分身、あ、そうなんだ。自慢の金棒を振るたびに巻きついた蛇が毒を吐くのでさらに凶悪。これ蛇なんだ。はい、まあちょっとね、今後のプニカミイベントで役に立つかもしれないんで、はい、期待したいです。はい、じゃあ2番目のアカウントいきます。はい、これは2番目のアカウントで、これは6までだね。漢方は4個で同じだね。まあ10いきたいけどな、特攻ゲットしていけるんかしら。はい、いきましょう。ちょっとね、おまじないですけど、コインで運落として E ランク、いけ、レッツゴー。さあ金が1個か。まあでもね、結構このオロチケガレが今後ね、国神イベントで復活スキルね持ちだから、結構役に立ちそうだから欲しいんだよね。最高ポンという感じでございました。はい、じゃあ3番目のアカウントいきます。はい、これ3番目のアカウントで、これも35で、これも6だな。で、これも漢方4個だから、まあまあだよね漢方はね。まだ交換しないから12個ドロップか。まあでもね、1個はデフォルトだから、まあ実質9個ドロップ。でも3個ずつね、ドロップしてるのはいつもよりいいですね。まだ1個も使ってないんでね。さあ、あ、これバカズキンチャンス。あ、ちょっと電波小僧か。E ランクが良かったな。さあ、行きましょう。さあ Y ポイントも4桁からあっという間に、あー、なかなかむずいの。まあ10連ぐらいじゃ出ないからな、しょうがないけど、20連でも出ないから結局まあ10連作戦で今年もやっていこうということになりやした。さあ何でもいい。おお、こいつ役に立たない、さっきの山吹鬼も役に立たないやつだよな。さあラスト金、日野神でしたということで、はい、まあこんなもんかな。ちょっとコラボ以外はね、やっぱりちょっと全体的に厳しいんだよね。で今回山吹鬼はゲットしたけど、山吹鬼じゃね、確か青龍の間とご褒美の間の特攻しかなんないから、あれなんないでね、あのかけらとかなんないでな。あ、でも一瞬フラットな特攻なんだね。あ、でも、あ、でもご褒美の間、そう、ご褒美の間意味ないんだよな。まあ周回で使えってことか。オロチ汚れはそっか、メラメライオンで、でこっちはそっか、オイランなんだな。はい、
で、マムシ教授の方が役に立つね。すごいよね、特攻のつきっぷりがね。はい、まあでもこんな感じでいきます。一応今回のガシャが9日までなんで、あとはまたいつものね、ZZ と ZZZ アップが来て、ラストチャンスになるんじゃないかなという感じで。まあイベントね、最初のイベントなので、まあ復刻とかね、ないと思うので、はい。10、11、12になるか、10、11。あ、でも今日が火曜日？いや、水曜だな。で、9日が木。で、金、土、あ、そっか、金、土、日で ZZ かな。まあ、そんな感じ、どっちかでしょうね。2日になるか、ラストチャンス3日になるか。はい、そんな感じなのかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、なんか今回はね、漢方を間違えて使うことが一回もなくて、なんかすんなりいってますね。マイポイントゲットしちゃうかな。なんとかね、前も言ったけど、レベル上げね、ちょっと頑張りたいと思ってまして、極炎魔ね、メイン赤はちょっと見せるの忘れちゃったんですけど、極炎魔ね、レベルがあと1個上げればって感じで、はい。こいつはね、できないんだけど、これも、極炎魔のレベル80が目標かな、このイベントは、このアカウントはね。あと、なるべく ZZ は80行きたいという感じがしております。ガシャやるよりね、どっちかとそっちが目的かな。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さようなら。コラボ来てほしいな。